それではお待たせいたしました。まず1社目の発表です。第15回湘南ビジネスコンテストで選抜されました株式会社グローカリズム。事業プラン名はフレフレプラットフォーム感情を可視化するです。まず発表の前に担当メンターの山下隆様より一言頂戴いたします。皆さんこんにちは。公認会計士の山下です。私はこちらのグローカリズムをご紹介いたします。グローカリズムと初めて会ったのは昨年の11月湘南地区でのビジネスプランコンテストでした。その時の印象は良い技術を持ってるんだけどもそれをどう使ったらいいか分からなくて非常にもどかしいという状況であったように思います。それでもこう本日こう出ていただきましたのは一つはまず彼が非常に真面目でしかも熱いハートを持っていて まだまだ十分頑張れるし非常にその技術の伸びしろが大きいということで、本日出てきています。で、この4ヶ月間振り返ってみますと周りの意見を周りの、いろんな意見をですね聞きながらちゃんと前に進んでくれたなと思います。でまだまだ非常に伸びしろが大きいわけですが今日本日皆さんにご覧いただきますのはそういう意味ではこう成長過程にあるグローカリズムということになろうかと思います。でテーマは適時に適切な情報を提供するということにあります。この4ヶ月、彼をサポートしてくださいましたのは一つはその大学慶応義塾大学の理工学部の竹村先生とその研究室の方々それと私の友人でもありますあずさ監査法人の林博文パートナーです。まだまだ成長過程ですが一つ、楽しんでご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。山下様ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。神奈川県から参りました株式会社グローカリズムの川戸と申します。よろしくお願いいたします。私たちは日頃すでに多くのスマートデバイスに囲まれていると思います。例えばこういったタブレットですとかスマートフォンを利用している方は多いかと思います。常にこういったものを持ち歩いている私たちはひょっとしたらこういったタブレットですとか端末が一番自分のことをよく知ってくれているんではないかと思いました。そこでこういった端末の動きを使うことでより自分たちの生活を豊かにできるんではないかと考えました。これを可能にするのがこのフレフレプラットフォームです。フレフレプラットフォームとはこういった端末の動きを使って利用者の状況、場面を推測することで利用者に適切なアクションを適切なタイミングで提供するサービスです。こういった端末を動かした時の実際の物理的な動きを計測して感情予測エンジンを介して状況や場面を判断します。こういったことを使ってアプリの方で理解して適切なタイミングで適切なアクションを起こせるようなことを可能にします。つまりこのプラットフォームを使うことでこの動きの情報から利用者の感情を捉えるサービスの提供を支援いたします。例えばアプリで運動しようですとか音楽を聴こうというときは顕在的に何かをしようと思ってそのアプリを起動するわけですけどもそれにフレフレ情報端末の動きの情報を加えることでより潜在的な状態あるいは感情とも言えるような状態をことを取れるんではないかと考えました。そうすると例えば音楽を聴いていてこの曲好きだなと言ったらそのノリノリの動きを取るですとか運動してて疲れてきたら動きが鈍くなるなといったそういった動きから感情を想定して適切なサービスを提供できるようにいたします。いくつか具体的なサービスをお見せします。まずはこういった音楽アプリのデモを作ってみました。実際の音楽のリズムと合わせてこの音楽のリズムに合わせて利用者の動きがシンクロすると赤くなってそうでないときは青くなる逆に全く合わないようにガンガン振ったりしても当然合わないのでこうやって音は色が変わるというこういった状態をリアルタイムで見ることができるような事例です。他にもウェブサービスですね。例えば鎌倉を散策しているとします。通常ですともうバナー広告で何かその利用者がどういう状態か何を調べているかっていうのは分かるんですけどもそれだけでなくて私たちは利用者の状態歩いているのか走っているのかっていうのも分かります。そして関心度合いっていうのも計測することでこの緑のところが今関心が
その端末に関心が一番高いっていう状態が分かります。こういったことでよりタイムリーに適切な情報を伝えるような、例えばウィンドウショッピングしてるのか、急いでランチ探してるのかといったことが分かるようになります。失礼しました。このような事例でお伝えしたかったのは、こうしてユーザーさんの感情を捉えることで利用者さんがより喜んで使えると、ユーザーエクスペリエンスが上がることで、ひょっとしたらそこに載せている広告のコンバージョンレートが上がったり、よりサービスの価値が向上できるんじゃないかといったことを考えています。で、先ほどのデモで、中でどういったことをしているかといいますと、事前に私どもの方でスピードと安定度と関心度っていうのを利用者ご協力者を得てデータを取りました。そうした結果、そのモデルとしてまずスピードで分類して、このスピードがゆっくりしているときにはどのように破棄しているか、端末を破棄しているかっていう安定度を計測し、さらにちゃんと破棄しているのであれば、そのときその利用者さんはどういう関心度っていうのを分類し計測してみました。で、これはうちのウェブサービスを使っている方の一例なんですけども、2分間の間にこういった歩きながらまず見ていて、立ち止まって、そして歩いてまた走るっていった状態が分かりました。こういうこととさらに端末をどのように持っているか、ちゃんと持っているときにやはりアクションを起こしたいので、ちゃんと持っているかどうかを判断し、次に関心度合いっていうのを図示してみますと、こうしてまずはゆっくり歩いているときに、かつちゃんと保持しているときに関心度合いが高いと、こういうことがリアルタイムで分かりますので、これってつまりはこのタイミングに何かアクションを起こしたら、よりユーザーさんはそこの時にフォーカスしているし、広告としてすごく効果的なタイミングではないかということが言えると思います。このように全体の流れをまとめますと、まずはこの利用者の状態、コンテクストデータと動きのデータというのを計測しまして、それを適切に信号処理、モデリングすることで、その動きに意味付けをします。そして意味付けしてモデリングされたのをアプリケーションなどに入れますと、あとそれ以降はリアルタイムでこういった動きはこういうことを意味するということを解釈できます。そしてよって適切なタイミングに適切なアクションを起こせるようになります。こうして潜在意識を捉える方法を今慶応義塾大学の研究室とやっております。これまでの IoT のデバイスでいろいろデータを取っているんですが、それをいかに処理するか、いかに解釈するかっていうのがなかなか抜けているところでして、そこのところを解明していこうと私ども今取り組んでおります。最後に全体像ですが、フレフレプラットフォームではこういった3つのプラットフォームをご用意しています。まずデータを収集し、データをモデリングし、最後にそれをデプロイして使っていただくというような3段階で考えております。今ご紹介した事例の他に、例えばストレスですとか緊張度合いですとか、そういったものも端末の動きだけから収集できるかもしれません。そうすると未病に役立ったりですとか、リハビリに使えたりとか、そういったことに利用していきたいと思っています。こういった研究これから進めていきたいのですが、ご興味ある方がいらっしゃいましたら、ぜひご一緒できたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは質疑応答は勝谷様、よろしくお願いいたします。はい、じゃあバトンタッチしまして、勝谷でございます。皆さんこんにちは、お元気ですか？嬉しいです。このイベントはあまたあるビジネスコンテストありますよね。全く違います。そんなつまらないもんじゃないです。はっきり言えば万博なんですよ、万博。だからなんかここで例えば今日プレゼンされた方をなんか重箱の下にシムついてね、なんか投資家気取りで、そういうようなことは一切ありません。だから皆さんのプレゼンテーションがよりね、皆さんの事業がですね、よりもっとリアライズして本当にこう広がっていくようなことをですね、誠心誠意ここのいるメンターの人がアドバイスをきっとすると思います、はい、そういう形でですね、競い合うわけじゃなくてですね、とにかく本当に自分の事業がこんなにすごいんだぜみたいな、テッドみたいな感覚でね、
みんなプレゼンしていただければいいかなと。で競い合うっていうことよりも、まあ、みんなあのすごい人たちが集まって、おすごいねお前みたいな、 あなたすごいですねみたいな、こういうような会が万博の真髄かなと思ってるんで、そういう形で今日はエンジョイしていただきますと幸いでございます。ちょっと前振りが長かったんですけども、ちょっとよろしいですか、私お聞きして、あのプレゼン今日目的っていうか、プレゼンされた目的っていうのはなんかどういう会社さんと会いたかったとか、例えば資金調達だとか、なんか どんな目的で来られたんですか。私たちはこういう技術的にこういうことができるっていうのが分かってきたので、これを実際に使っていただいて協力できるような会社さんを探しております。ぜひ募集という感じでございますね。はい、分かりました。そういうことが今日 あの今のプレゼン の目的です。潜在的な、ね、感情とかそういうのってすごく難しいじゃないですか、捉え方、捉える。それをいかにこの技術を使って捉えていって、それを世にどういうふうに広げていくかというところですね、はい、ポイントは。はい、じゃあメンターの方に、そうですね、はい、僕は突っ込みます。はい、一番突っ込みたい人が中島純さん愛のあるですね、アドバイスをお願いします。厳しい。ありがとうございました。もう知ってるかもしれない、最近お腹につけて10分後になんか便が出そうかどうかっていうのを出すサービス、プロダクトあったじゃないですか、インディーゴーゴー。あれは超音波とそのいわゆる独自センサーで、まあ、振動みたいだったんですけど、なんかこういうのもですね、プラットフォームもすごくいいんですけど、具体的なそのこの個別のすごい細かいところの課題解決するのをなんか一つユースケースとして作ってみると横展開できるかなと思ってまして、プラットフォームの人はやっぱ常にそのアプリケーションの具体例がある方が他の人たちも参画してくるんで、まあ、そこをなんか経営の方と研究するといいかなと思ったのと、さっきみたいに意外とまあ IoT の話でいうと、まあ、デバイスの製造コストもかなり下がってきてるんで、まあ、かなりいろんなものをセンシングできると思うんですけど、まだちょっとまだ限りがありますし、裏返すとこれで取れるものって他の会社でも取れちゃうじゃないですか。結構歩いてる、走ってるとか、飛行機乗ってるとか、なんだっけな、ウェイトトレーニングしてるとか大体分かっちゃうんで、さっきみたいにちょっとそれプラスなんか他のセンサーで取れるようななんかデータでかなりその何でしょう、こう精緻なこう分析ができると、さっきみたいに大便以外にいろいろもっとなんか早くすぐこの状況から知りたいこととかあるかもしれないんで、そういうのができるといいんじゃないかなと思いました。はい、はい、はい、ありがとうございます。おっしゃる通り、今大学と研究しようとしているのが、よりさまざまなセンサーデータを集めて、それをすべて加味してこういう状態だっていうのが分かったら、じゃあこのセンサーはなくてもいいのかっていうのをだんだん引いていって、結果的にじゃあこの動かしてるだけで判断できるのかもしれないっていうところをまずやってます。あとは実際に研究で考えているのが、リハビリとか音楽聴いてると音楽のリズムに合わせるっていうのと同じように、何か例えばペースアップしたければ、リズムを上げればペースアップ、ちょっとずれてるとそれを不快感と感じてペースアップするんではないかといった、そういったフィードバックを使って自分の体を制御しようといったことも今考えております。なんかこう本当に何でしょう、こう生産性向上とかなんかもういいんですけど、困ってるところを解決するみたいな方が多分その導入早いと思うんで、なんかそこら辺を探して、あとそのいろんなセンサーのデータたくさんやってもあるんですけど、結局いろんなところのデータを取れて分析できるようになりましたになっちゃうんで、なんかもう少しこう絞って、でそこでのユースケースで売れそうですっていうのがあるとお金もつくかなって感じはしますね。まあうちの場合だとそうなんですけど、横に振っちゃいますか、はい、どうですか IoT なユニシスさんは。ユースケースとマルチデバイスっていうかマルチセンサーっていうのは私もコメントするしたいと思ってたところだったので、もう そこと完全に重なっちゃったんですけど、やっぱりさっき の例に挙がった音楽っていうのと街中歩いてるっていうところがなんかすごく離れてる感じがして、私は違和感感じちゃったんですね。要するになんかどこで生かしたいっていうところが絞りこれ込めてないのかななんて思ったんで、本当に一番やりたいところを教えていただいたくとイメージが湧くかなと思うんですけど、最大のところはどこですか。
はい、私は当初これを使って町おこしをしたいなと思っていました。例えばこの町を歩いている方がどういうところにいてどういう関心があってっていうのがこうリアルタイムで分かると、このエリアの人たちはこういうことに興味があるんだっていうのが分かる、そういったことがこうビジュアライズできるとよりこの町の活性化に使えるんではないかというのが当初のこの事業の発端です。結構そうすると実証的なこともなさったんですかね。これが私どもウェブポータルを運営してまして、ポータルの中でこういった利用者さんが今どうなっているかというのを今取っているようなところです。まだこれからの事業となってます。分かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。森下さんお願いします。もしも、ちょっとそれに関連してなんですけど、なんか先ほどの聞いてるとやっぱりもう少しこうそのユースケースのその探索の仕方が、例えばビジョンと実際にでき実現できるものとの間が遠すぎるような気がするんですね、聞いてると。だから、構想としてはそうだとしても、今もおっしゃってたようにマルチデバイスの可能性当然あるし、で一方でここでもうちょっと使い物になるとなると、実はアルゴリズムがすごく重要になると思うんですよ。でまさしく今研究でやられているということは、そのユースケースの絞り込みやそのバリエーションをきちっと出していくことがすごく重要で、その時にプロユース的な、先ほどリハビリとかおっしゃったんですけど、例えば人じゃなくても場合によってはいいんじゃないか、例えばブリーダーとか、要はちゃんとお金がひょっとしたらつくかもしれないような世界の、そのデータをきちっと解析で、動きだけで感情がもし例えば動物のその動きが解析できたら意味があるかもしれないねだとかですね、何か別に限定する必要ないんですけど、そういうその分かりやすい実例でそのアルゴリズムを検討するにしても、その何を取ればどう反応するっていうものが意味を持つのかっていうのが分かりやすい実例を追求していった方が結果的に早道なんじゃないかなっていう気はお聞きしてちょっと思ったんですけどね。で構想自身は大きくていいと思うんですよ。で IoT は感情とここを結びつけるっていうのを狙ってる人たち結構いますから、ただライバルも多いですからいかになんかアルゴリズムすごそうでもですね、実際に使い物にならないとほぼ使い物にならないっていう形でもあり得ると思うんですね。だからそこを具体化していくプロセスがすごい重要だと思いますね。はい、もちろんです。はい、ありがとうございました。アドバイスになるのかもしれませんが、先ほどからアプリケーションといいますか応用事例についての話が多いと思うんですね。私も全く同じことを感じました。で一つの提案としては、例えばこれ SDK だとかライブラリにしてアプリ制作者に配るとかですね。でそれ無償で例えば配って、そのアプリから出てきたビッグデータに関しては自分たちの研究成果としてさらに活用していく。で例えばよくこういうイベントで地図ブラリーっていうATR ATR さんでしたっけ、はい、ATR さんがよく出ていらっしゃいますけども、例えば地図ブラリにその SDK 入れてもらってですね、こう地図を使って街を歩いている時の感情データを得るだとかですね、自分たちだけではなくてアプリ制作者の方と、エコシステムも開発するとか、そういうふうな広げ方をいろいろ工夫されたらいいのかなと感じました。以上です。ありがとうございます。まさに私どもそういったSDK をご提供しようと思ってやっております。最初の SDK がデータを集めるところであって、その集めたところでかつコンテキストデータ、この人たちは何をしようとしているからこういうデータを取っているのかっていうのが分かると、その利用している状況が分かって、かつこういうデータっていうのが分かると、それで初めてこういったモデルを構築できます。それができたときに、それをまた SDK としてご提供するっていうことを考えております。いや、まさしくそれがいいと思いますし、今日他に9社さん多分アプリ作られるんでですね、その全部に入れてもらったらいいんじゃないかと思います。素晴らしいアイデア。どうもありがとうございます。ありがとうございます。なかなかいいアドバイスでしたね、今 ね、はい、他にはございますか。時間大丈夫ですか。もうダメ、はい、わかりました。はい、速やかに。グローカリズムの川戸さんに皆さん拍手をお願いします。どうもありがとうございました。お疲れ様でございます。ありがとうございました。はい。